思うことを語る眼光の一言今日は面白い舞台を拝見してきました機上の空論というダンスパフォーマンスジャズファンクザジャズダンスジャズコンテンポラリーそんなことをなさっている方たちが、えー、振りをつけて振り付けをして演出をしているそういう う公演なんです、ね、狂言回しであり、えー、中心人物主人公を務めるのは新国立バレエ団の福田敬吾さんそして、えー、フリーで活躍なさってる新山春夫さんこういう方たちそこに、えー、コンテンポラリーダンスのトップダンサーが集結してで舞台を作ってるんですね。でこの舞台 えー、ざっくり言うとうん善と悪この二言論で、えー、世の中は進むでもそうじゃないんじゃないかなというそういうなんか問題提起をする。 みたいなそういう舞台だと私は思ったんですけれどもその中でもう一つその問題を提起しながらその問題の帰着点は実は同調圧力になっていくその恐ろしさそんなことも感じさせてでもその中でそこの色に染まっていかないその一人がいるそんなことも見せてくれていや非常に面白いな。こういうい舞台を拝見すると いや同じく舞台を作る人間としてじゃあこれからどうやってどういう舞台を作っていったらいいんだろうかそんなこともとっても考えさせられました。ではまた